くれた黒い天使、これ以上まだ集大を晒すか。この気は懐かしいな、友よ。奴にも同じ道をたどらせるか。貴様と同じ冥府魔道を。体験と甲冑を身に帯びた者に、いや、人間に可能な動きではない。杖なんてもんじゃねえ。人が悪いぜ。あんなすげえものもっと先に。あれはそんな生優しい代物ではないんです。危険です。これ以上あんな戦い方、ガッツさんは傷が癒えたわけではないのに。あれはドワーフによって作られた呪物、狂戦士の甲冑です。甲冑の内に宿る禍々しいオドの流れに同調したものはまさに鬼神と化します。そしてとてつもない力を発揮するのです。人体の限界を超えて命の危機と引き換えに。さすがは黒い剣士、我らが宿敵よ。ならば我が渾身の一撃参る。どうなっちまうんだよ、ガッツは。止めらんねえのか。ダメなんです。オドの勢いが激しすぎて今の私じゃ根はもっておらない。この一騎打ち、貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いやそれ以上の挑戦しよ。使命、我が主のために光の鷹の使徒としてお相手つかまつる。使徒として授かりし、この力を用いて黒い剣士を葬る。ドラゴン。バカな、捕らえただと。人の攻撃を人間が。おい、今骨がいっちまったんじゃねえのか。甲冑です。甲冑が折れた手足を補強しているんです。肉を貫き骨に食い込んで。どうしてそんなヤバいもん瀕死のガッツに着せたりしたんだよ。以上の堅牢を誇る我が攻欲の皮膚に亀裂だと。ありえぬ。戦い方がだんだん人間離れしてくぜ。人間、そう
れじゃまるで、まるで。この姿の我が攻撃に耐え、雨津さえ傷を負わせる貴様、一体。おい、あの体で暴れ続けたらガッツが死んじまうぞ。どうしよう、私のせいだ。また私どうすれば。あなたがやるのです。己の未熟を知り、力に溺れる危うさを知る今のあなただからこそできるはず。あの力の乱流の中の剣士殿にあなたが道を示すのです。やってみます、お師匠様。私、あの人を。これは炎、怒り。これがあの甲冑に宿る憎悪の乱流。これはガッツさんの憎悪が甲冑の王道を帯びて憎悪をなしたもの。いけない、流れに委ねてはあなたはあなたでいられなくなる。思い出して、自分が誰か。どうでもいい。どうでもいいはずがない。思い出して、あなたが旅するわけ、今戦っているわけを。どうでもいいもののために、人間の魂はこんなにボロボロになったりしない。旅、戦い、わけ、これは誰だ。知っている。思い出して、彼女の名はキャスカ。キャスカ。あなたの名はガッツ、楽園の剣士ガッツ。楽園の娘キャスカを守る者。さっさと逃げるぞ、敵が迫ってる。でもお師匠様がまだ。お行きなさい、もうこの森も長くはありません。巣立ちの時が来たのです。ここより出て己の道を探しなさい。あなたと過ごした日々は短かったけれど、私の長き生の中で最も安らぎに満ちたひとときでした。ありがとう、お師匠様。命はその形を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。目の前の運命をつかむか否かはあなた次第。あなたの巣立ちに祝福を、愛しき子よ。さよなら、私の日だまり。